岸田総理やってくれましたね、マイナ保険証を持たない人に資格証明書ではない制度をということ、このニュースが流れております。 はい、簡単にまとめてみますと、立憲民主のこの人、確か後藤さんでしたっけ、まあ、誰でもいいですよ、この立憲民主のこの彼が、首相を追及したわけですよね、例のマイナ保険証で強制的にみんなに持たせると、で枝野さんもなんか、わけのわからないこと言ってました、停電になったらどうするんだみたいな、もう全く現状を知らない人の発言、反対のための反対というのを立憲民主がやっておりましたが、問題はね、このね、立憲民主じゃない,ですないんですよ、追及している側じゃなくて、総理の方です。 結局、これ見てください。マイナー保険証を持たない人には資格証明書ではない制度をということで、首相が答えてしまっているんです。これね、どういうことかと言いますと、マイナー保険証、えー、昨日まではね、強制的に持たせるって話をしてました、全国民に。ところがです。嫌な人、あるいは理由がある人は、 資格証明、いわゆる身分証明にはならないんだけども、何か別のものを持たせましょうということで折れてるんですよ。例外作っちゃってるんです。もうここまで折れてますから、これはもう確定ですよ。で、私の予想ではどうなるかというと、ここから先さらに折れていきまして、結果的にはある一部の人にはマイナー保険証じゃないこの資格証明書を一定の条件の下で身分証明書としても認めるというようなところに私は落としていくと思いますね。これこそっとやりますよ。 今の政府は、もう見てるだけで本当に腹立たしいです。中国がね、今、台湾をどうのこうのって、こんな危機的な状況でね、えー、もう世界がなっているときにですよ、やってることはマイナ保険証で、ある一定の人を優遇しようなんてことを、そんなどうでもいいことをね、もうこちょこちょこちょやってるんです。こんなものは決まったら決まったで、全員一律でもいいじゃないですか。皆さん、どう思いますか